道を歩いていました。おや？美少年だけど脳みそがないからみんなバカにすだ。ぜひ頭良くして女の子にモテたいだ。頭プッチンの少年は女の子と旅を続けました。しばらくするとまた二人の少年と出会いました。おら美少年だとも勇気がないからバカにされるだ。おらも美少年だけどとても小さくて大きくしてモテたいよ。大丈夫よ、三人で力を合わせれば。女の子が言葉を言い終わらないうちに四人の姿は草むらの中に消えてしまいました。ファンタジーランドはいつも平和で静かな国です。ロンリーロンリーロンリーロリーロンリーロンリーロリーロリー危ないロリータ。夜も一時を回りました。草木も眠る静かな夜です。これから夢の中、おやすみなさい。あれ？わー、待って、いちごくん、にゃー、落ちちゃう。キャン、いってて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 、そこにはお化けキノコが。大丈夫よ。わー、キノコがいっぱい。取り放題よ。それでは一つ。痛い。キャン！実は僕はこの国の王子で、北の魔女に魔法をかけられていたのさ。まあ、なんていうことなのかしら。助けてくれたお礼にキノコをあげよう。ありがとう。来たわ、行きましょう。さあ、キャー、助けて。何よこれ、ダメだったらやめて。いやー、そんな。なんだ、夢でよかった。それではもう一度。